こんにちは。ウィークリー姫路の時間です。新型コロナウイルスワクチンの3回目接種について、2回目接種より6ヶ月が経過していれば、接種券が届いていなくてもご覧の集団接種会場では予約ができるようになりました。コールセンターまたは予約システムからご予約ください。今週はご覧の内容でお送りします。まずは街の話題から。令和3年姫路市スポーツ賞表彰式と市民スポーツ大学講座を2月20日姫路市役所で開催しました。姫路市スポーツ賞は姫路市のスポーツ振興を図るため、国内外のスポーツ大会で優秀な成績を収めた団体や個人に対して贈る賞です。令和3年中に優秀な成績を収めた方々を称える表彰式を2月20日に開催しました。オリンピックや世界選手権大会などへの出場者を対象としたスポーツ大賞には、昨年の東京2020パラリンピックでシッティングバレー男子日本代表として出場した谷川祐希選手が受賞しました。金賞は7団体49名と個人19名が選ばれました。代表して団体の部で受賞した鹿間工業高等学校陸上競技部の田島達也さんに、清本秀康姫路市長から賞状とメダルが贈られました。銀賞は8団体49名と個人10名、銅賞は11団体108名と個人30名が選ばれました。表彰式は新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、団体競技は代表者のみの出席とするなど人数制限を設けて行いました。姫路の代表として戦っていただき、姫路を日本、世界に向けて発信していただいたことを心から感謝申し上げます。表彰式に続いて講演会を実施。兵庫県立リハビリテーション中央病院スポーツ医学診療センター長の荒木大輔先生が、最新のスポーツ外傷障害治療2022プロアスリートからスポーツ愛好家の治療経験からをテーマに話されました。最新の治療実績や怪我をした時に頼れるスポーツ救急ダイヤルなど、アスリートとしてのパフォーマンスの維持向上につながる専門的な内容を話されました。次に、令和3年度考古学園大学校の卒業式と修了式を2月23日姫路市市民会館で開催しました。国歌は斉唱を行わず CD を流し、新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じた上で執り行いました。卒業証書授与では、大学・大学院の各クラスの委員長に、考古学園大学校三木隆道学長から手渡されました。姫路市立考古学園大学校は、学習意欲の旺盛な60歳以上の方を対象に、生涯学習の場を提供し、生きがいを持って社会参加していただくため、昭和45年8月に開校しました。この春、大学課程340名、大学院課程175名が卒業しました。三木学長は、これからも知識と経験を生かして、若い世代と協調しながら、個人の能力や可能性を最大限に発揮してくださいと述べました。考古学園大学校の名誉学長である清本秀康姫路市長は、考古学園大学校での学びを誇りに、今後も活躍されることを期待していますとお祝いの言葉を送りました。在校生を代表して大学課程3年学年会長の三原徹さんが挨拶され、それに応えて卒業生代表の大学院課程2年学年会長中山英二さんが感謝の気持ちを述べられました。卒業記念品として検温オートディスペンサースタンド2台とプロジェクターおよび付属品一式が贈られ、大学課程4年学生連合自治会会長の大島豊さんから目録が贈呈されました。
卒業生の皆さんは考古学園大学校でのさまざまな思い出を胸に校歌を聴き、式は終了しました。続いては広報推進員のコーナーです。皆さんこんにちは、広報推進員の市井由香です。大人は20歳から、この認識が変わろうとしています。今年の4月から成年年齢が18歳に引き下げられるということで、これによってできること、できないこと、若者に起こりやすい消費者トラブルについてご紹介します。後藤さん、いよいよこの4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるということですが。はい、日本では民法で成年年齢が20歳と定められていますが、この民法が改正され、今年の4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。成年年齢が18歳になることで、新しく新成人となった方はどんなことができるようになるんでしょうか。親の同意を得ずに様々な契約が一人で結べるようになります。例えば携帯電話の契約や購入、クレジットカードを作ったり、アパートを借りるのも全て自分一人の意思でできるようになります。また10年有効のパスポートを取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士の資格も取得することもできるようになります。逆に変わらないことはどんなことがありますか。はい、飲酒や喫煙、競馬など投票権の購入の年齢制限は20歳のままです。成年年齢が18歳となり、自分の意思で契約が結べるようになるということは、その分責任を持つということも大切になってきますね。そうですね、成年になってからは未成年者取り消しができませんし、若者の消費者トラブルが広がるのではないかと心配されています。場合によってはとても大きなトラブルへとつながりそうです。具体的にどんな消費者トラブルがあるんでしょうか。では実際にあった事例をご紹介します。動画広告を見てお試し500円のサプリメントを購入したら、頼んだ覚えのない2回目の商品発送の連絡があり、4ヶ月分まとめて4万円の請求があったという事例です。初回限定無料とか、初回だけ 90% オフなんて広告をチラシや動画でよく見かけますが、そんなに安いなら1回だけと契約してしまう方も多そうですね。トラブルに合わないために、購入前に1回だけなのか継続なのか、契約内容をしっかり確認すること、そして解約方法、解約条件も確認しましょう。また事業者に連絡した記録も証拠として残しておくことも大切です。今はネットで手軽に契約できて便利な時代ですが、そういった事前の確認は大切ですね。続いては美容医療の契約に関する事例です。10万円の全身脱毛の SNS の広告を見てクリニックに行くと、広告の施術は効果が低い、今なら効果の高い70万円のコースを60万円にすると勧められて契約してしまった。後悔して期間内に慌ててクーリングオフを申し出たが応じてもらえないという事例です。その場の雰囲気で断れなかったり、押し切られてしまい契約してしまったということでしょうか。そうですね、トラブルに合わないためにその場で契約、施術をしない、効果だけではなく施術前にリスクや副作用の確認をする、またお金がないなら契約しないようにしましょう。一旦時間を置いて冷静になってからや、信頼できる周りの人に相談してからでも遅くはないですからね。そうですね、こういったトラブルに巻き込まれないように気をつけることが何より大切です。ですがもしトラブルが起きてしまった場合は、家族や先生など身近な信頼できる大人や消費生活センターに相談しましょう。内容によっては期限があるものもあるので、相談はできるだけ早い方がいいです。こういった契約や買い物などのトラブルを未然に防ぐため、姫路市では市民の皆さんを対象に学校や公民館等で出前講座を開催しているんです。
ちょうど今日近くの学校で出前講座が開かれるので、じいさんも行ってみてください。今回出前講座を受けるのは姫路女学院高等学校3年生の皆さん。今回の出前講座は成年年齢の引き下げを受け、社会へ出る前に必要な契約の基礎知識を確認するそうです。18歳成人に向けてと題しまして、いろいろとお話をしていきます。ちょっとね、3つバイトを紹介します。でね、やってみたいかどうかちょっと考えながらね、聞いてください。みんなでトラブル事例について考えたり、生徒が参加するロールプレイが行われました。体験レッスンいかがでしたか？今日入会すれば入会金3万円が半額になりますよ。私入会する、入会金も払います。七海が入会するなら僕も入会します。それにこだわりの成分も書いてるし、ほんまや、口コミもいいね。送料もいらんみたい、注文しよう。出前講座を受けた生徒はどのようなことを感じたのでしょうか。お話を伺ってみましょう。これからはやっぱり一人でどうにかしていく機会が社会に出て多くなると思うんですけど、そういうところで金銭とか自分の苦手やからって言って避けてきた部分をしっかり自分の得た知識で、これからは良い悪いを判断して生活していかなければいけないなと改めて感じさせていただけた機会かなと思います。難しい内容の契約書だったり、いろいろ紙を渡されると思うんですけど、そういう時に太文字っていうんですか、そういうとこだけバーって見ちゃうんじゃなくて、細かいところもちゃんと見て契約などをしていかないといけないなと思いました。私は、この4月から一人暮らしもするので、ちゃんと責任持って過ごしていきたいなって思います。ここで姫路市消費生活センターからのお知らせです。姫路市内にお住まいで契約や買い物など消費生活に関して困ったことがあれば、姫路市役所1階にある姫路市消費生活センター相談窓口まで直接お越しいただくか、お電話にてご相談ください。また消費者ホットライン局番なし188いややでも相談を受け付けています。皆さんいかがでしたか。これから新成人になる皆さんは、できることできないことを見極めながら大人への第一歩を踏み出していきましょう。インフォメーションのコーナーです。10月30日に開催予定の姫路国際交流フェスティバル実行委員会の実行委員を募集しています。募集人数は20名程度、対象は18歳以上で、姫路市及び近辺に在住、在勤、在学の方、平日夜間や土曜、日曜日の会議、準備などに参加できる方、年会費1000円を納入していただける方です。無償での参加となり、交通費もご自身の負担となります。申し込みを希望する方は、4月12日火曜日、午後6時から開催予定の実行委員説明会にご出席ください。申し込みは3月31日木曜日までです。申し込み方法など詳しくは姫路国際交流フェスティバル実行委員会事務局、電話番号 079-287-0820 までお問い合わせください。最後にハッピー姫路っ子をご覧いただいてお別れしましょう。さようなら。